皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理用紙の布目です。こちらですね、今前にある BCAA ドリンクアミノフロージョン、新しく、販売になりますよっ。お待たせしました。お待たせいたしました。ビーレジェンドにはこちらのビーレジェンド BCAA っていうのがあったんですけど、今回ね、新発売するこちらスーパーアミノフロージョンとどういった部分がね違うのかっていう部分を、管理栄養士の布目さんに、解説していただきたいと思います。まず、そもそも BCAA という、商品がまあどういったものかというところからちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、はい、BCAA というのは何と何と何がアミノ酸でしたっけ？バリン、ロイシン、イソロイシンです。はい、そうですね、はい、はい、そうです。特に筋肉の合成に使われると言われている、アミノ酸のこの3つの総称を BCAA というんですけれども、はい、こちらの BCAA は本当にそのバリンとロイシンとイソロイシンが、取れる、商品ということで、販売させていただいています。こちらのスーパーアミノフロージョンはですね、その BCAA の成分に、プラスアルファして、グルタミンという成分と、あと、シトルリンですね、シトルリンという成分と、あとビタミン B6 が、さらにプラスアルファになっている商品になります。なるほど。で、グルタミンはですね、使われている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、主に免疫力を高めるために使われていたりですとか、あとはシトルリンは血管の拡張作用があったりするので、血流が良くなってより、吸収がスムーズに、働いたりですとか、でビタミン B6 はタンパク質が代謝するときに必要な栄養素になりますので、そういったものがプラスアルファになって、さらにスペックがより高まった商品というのがこちらのスーパーアミノフロージョンになります。なるほど。個人の方でね、すごく詳しかったりとか、いろんなサプリメントご自分ですごくアレンジされる方なんかは、BCAA にプラスしてグルタミン飲まれてたりとか、そういったものをプラスアルファで飲まれたりする方もいらっしゃるかと思うんですけれども、サプリメントに馴染みがない方とかですと、どういったものを足したらいいのかわからなかったりとかってする方もいらっしゃると思うので、そういう方とかにはこちらの商品の方がいろいろと揃っているのでいいのかなというふうに思います。なるほど。何を取っていいかわからないっていう方はもうこれ一つ取っとけば大丈夫っていう話 で、そうですね、結構上級者とかでいろいろ自分で取りたいとか決められてる人もいる方はこっちの方がいいんじゃないかっていう、そういう方はね、逆にこういう本当に BCAA だけに特化した商品の方が使いやすかったりすると思うのでいいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。あとは、味がすごく美味しいっていう、BCAA ってちょっと溶けづらい性質があるじゃないですか、もともと。でこちらの BCAA もレモン味で、水に馴染むまで少し時間を置くと、そんな全然苦味も気にならなく美味しく飲めるんですけれども、振ってすぐとかですと、まだ粉が溶けてないから少し苦味があったりするじゃないですか。飲み慣れてる方だともう BCAA ってそんなもんだよねっていう考えがあるかもしれないんですけれども、初めてね BCAA が入ってるものを飲むっていう方には、もしかしたらそれでちょっとあまりっていうことでね、ちょっと飲みづらくなってしまうかもしれないので、そういった方にもこちらのスーパーアミノフロージョンはすごく美味しくジュースのような味で飲んでいただけるというところも、本当に初心者の方とかでも取り入れやすい、入りやすい商品になっているんじゃないかなというふうに思います。フルフルフルーツパンチ風味と、はい、モーワンレップグレープ風味、こちらのね2フレーバーが、展開されます。ぜひね、これ美味しい仕上がりになっているんでね、ぜひトレーニング中のね水分補給にね活用していただければと思います。なので飲み方としてはどのタイミングでね使っていただいてもいいかと思うんですけれども、一つおすすめのタイミングとして挙げさせていただくと、トレーニング前とかトレーニング中とかにね取っていただくといいんじゃないのかなというふうに思います、はい。BCAA は、1回でお水の量もですね100から 200mg に溶かして飲んでいただくんですけれども、こちらのスーパーアミノフロージョンはもうちょっとお水の量が多めで、400から600なので結構量もあるので、トレーニング前からトレーニング中にかけて、ゆっくりねちょこちょこ水分補給みたいな形でしながら飲んでいただくのもいいんじゃないかなと
思います。まあ、じゃあ BCA とのちょっと比較で言わせていただきたいんですけれども、うん、まず BCA は1食、6g です。で、それで取れる、バリン、ロイシン、イソロイシンの量なんですが、バリンが 1250mg、ロイシンが 2500mg、イソロイシンが 1250mg で、バリンが1、ロイシンが2で、イソロイシンが1、これがまあ黄金比と言われているんですけれども、この黄金比でできています。エネルギーが 23.76kcal、 タンパク質が 5g、 脂質が 0g、炭水化物が 0.94g で、食塩相当量が 0g です。で、こちらのスーパーアミノフロー錠なんですけれども、うん、少しだけ違うんですけれども、まあ、こちらの、モーワンレップグレープ風味でいくと、まず、バリン、ロイシン、イソロイシンがですね、バリンが 1750mg、ロイシンが 3500mg、イソロイシンが 1750mg で、こちらのまあ BCA よりも、取れる、バリン、ロイシン、イソロイシンの量は、多くなっています。で、まあ、1食あたりの量もこちらはまあ 14g になっているんですけれども、まあ、この、黄金比というのはまあ変わらずで、取れる量が多いということになっています。で、さらにプラスして、グルタミンが、2500mg、で、シトルリンが、500mg になります。これは、どちらの味でも、同じくこの量が取れます。で、エネルギーなんですけれども、51.9kcal、タンパク質が 9.9g、脂質が 0.2g、炭水化物が 2.5g、食塩相当量が 0.6g、で、ビタミン B6 が 0.7mg で、カリウムが 170mg になります。ほぼ変わらないですね、エネルギーも。そうですね、ほとんど変わらないですね。一緒ですもん。本当に、51.9 が、こっちが 51.5kcal。なので本当にもうお好みの味で選んでいただければと思います。こちらは一袋で、420g 入っているので、30食分、飲んでいただける、量になっています。うん、それでは味がね気になるって方は次回のレビュー動画を見ていただければと思います。それではね、今日の動画良かったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次のレビュー動画で会いましょう。さよなら。